チェルシー、ニューカッスルに完封され行く。ああ。なんかチェルシー行ってて草。チェルシーはパーマーいないとこれか。カップ戦弱いチェルシー FC 僕は知りません。チェルシーにチーム体制でカップ戦いいとこまで行くかなと思ったけど、相手チームがしっかりフル面で来るとさすがに厳しいか。パマセド・ジャクソンいないとこんなもん。守備陣が崩壊しすぎてるマジで出直してこい。フェリックス、エンクンクはチェルシーにいるならベンチで頑張れ後ろ3枚は夏、早ければ冬にさよなら。フェリックスとエンクンクマジ危機感持った方がいい。フェリックスとエンクンクがちゃんと決めてれば勝ってるんだよな。ムドリクよかった。ムドリクは着実に成長してたね。とりあえずムドリクの確かな成長だけでポジれるわ。ムドリクだけは褒めてあげたい。ライバルは多いけどスタメン取れるって信じてる。スカッとの厚さマジで意味なかった。